ドラゴンクエスト11やっていくぜ。なあ、みんな解放されてるね。回復してるじゃん。てか、なんで未だに仮面つけてんだって話か。あ、まあ、表彰会?表彰式だ。表彰式だからつけてんのか。なんだ?あ、もしかしたら自白するんじゃん。今までこうドーピングしてたみたいな。あ、違うな。え、あー、だからその無敵のエキスを使わずってことだね。もしかしたらあの時のウィングブローとか炎の爪とかやってたけど、もしかしたらあの攻撃力はもうないのかもしれないね。エキス飲んでないから。それにしてもこの展開は読めなかったな。いけるか。早すぎーもう勝ちじゃん。ゾーンに入ったら勝ちだわ。せーの、えい。飲まないと超弱いってこと、もしかしてそういうことじゃない。で、なんか観客に本当は自分が弱いんだを見せつけたみたいな。あー、やっぱそうだ、そういう演出だ。これは泣けるなぁ。泣いてるし。お、なんだ、奪われたか、おい。あー、やっぱりこの仮面が。あれ、これって誰がつけてた仮面だっけ、これ。ああ、あのご老人か。あー、そうだ、ロー選手だ。ローだ、ロー。ローとマルティナか、あの二人の名前は。いや、取り返すことができるんでしょうかじゃねえよ、おめえ。おめえらのセキュリティの関係だぞ、これは。そっちの責任だからな、これ。ユグノアが故郷なんだ、主人公の。じゃあ、滅んだ王国ってユグノア王国ってことか。わお。え?今いた?全然気づかなかったんだけど、これやばい?わあ、なんかインパクト強いな。インパクト強い。オークインパクト強いな。やるじゃん。やるじゃん、オーク。これちょっと、ストーンマンにブリザードブレードいく?ブリザードソードか。え?笑っちゃうわ、これ。え、つか何これ、ストーンマン雑魚敵かこれ。もうギャグだったな、完全に。めっちゃギャグ。
技は覚えないか。で、なんか前回のさ、鋼ケーターとアクセサリー、あ、命の指輪作れるよ。使うと MP が少し回復する。あ、これ強いな、これ。グリーンアイ、レッドアイ、ブドウエキス。あー、グリーンアイとかなんか、このアイ系も売らない方がいいな。結構使うな。いや、基本売らない方がいいよな、絶対。間違いねえんだよな。そしたら、祈りの指輪ちょっとじゃあ作ろうかな。作ろう。魔法の生成も必要なんだ。あ、2箇所だ。まずここは普通に叩いて、ああ、そういう感じ。もう一回、もう一回。あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。やるじゃん。で、もう一回普通に叩いて、普通に叩く。これ温度が高ければ高いほどいいってことか。まあ2倍打ちしよう、これ。もう一回2倍打ち。あー、これダメだよな。プラス2、プラス2、せめてプラス2。これ大す、あー、プラス1か。打ち直しもできるけど、まあいいでしょう、打ち直しは。そしたらあれだ、防具の鋼シリーズとかさ、なんかあったよね。ああ、そんな強くない、作れないし。作れないし、そんな、まあ兜はまあそこそこか。いや、そんな作るまでじゃないね。うん、武器も作れねえし、そんな強くないから全然いいや。で、これはちょっとエマちゃんが作ってくれたエマの守り外して、祈りの指輪つけよう。うん。で、エマちゃんの指輪なり他の人につけらんないの？主人公限定かよ。そんなことある？お守りぐらい渡せばええやろ。人間の心を失ったわ。お守りだから渡せばいいやろはちょっと人間の概念を失ったわ。あ、主人公もベギラマ覚えたね。ここのさ、装備時攻撃力プラス15、これちょっと強いから絶対取りたいんだけど、これ分回し取らなきゃいけないんだよね。ぶっちゃけもうフリーズブレードがグループパスであるから、まあ、MP 消費4があるから、MP 消費4だから、なんかもうなんかベギラマとか使ってればいいんじゃねえかっていう、なんかそのあれがあるんだよな。そろそろちょっと上の方にあるさ、このギガブレードっていうなんか技も取りたいし、ねえ。ねえ。どうしよっか。ジョージプラス、力プラス25ってのもあるし、ちょっと上取る？上行くか。分回しはスルーしよう。あ、で、そういえばね、そう、この強敵にも効果あり、たまに猛毒する強敵にも効果ありって書いてあるけど、なんかスリープダガーだっけ、俺がいつもボスに使ってるこれ。これはなんかその強敵には効果ないらしい。うん、だから強敵が眠んないからこっち、使うならこっちらしいね。で、これ、タナタスハント。毒やマヒの敵に通常攻撃の6倍の絶大ダメージ。だからこっちのヒプノスハントのなんか、毒マヒ版だね。これを、取る。で、ここも、これで取れるようになる。なんだここは。アサシンアタック。敵一体の急所を狙いたまに即死させる。なるほど。で、シルビアはメタバニダンス取って、ハッスルダンスがここら辺にあったよね。あれ、ハッスルダンスどこ？あれ？あ、あったあった、これこれ。スキルポイントが足りない。で、セーネは風の旋律で、これで風属性の魔法を使ってくる相手ともやり合える。次はこの雷鳴の旋律、雷属性を半減する。これも取ろう。で、ベロニカはこっちの回復系の杖の技も取りたいから、とりあえずこれを取る。ここなんだろうね。あと1個でここも割れるね。マダンテとかは多分ベロニカが覚えると思うんだけど、マダンテはレベルで覚えるのかな。あ、ちなみにマダンテっていう技は、自分の MP を全て消費して、その消費した分だけ、ダメージ与えるよっていう、そういう魔法だね。まあ、最強の呪文だね、ドラクエで言う。あ、宝箱。ピオラの杖。これは多分、ベロニカの装備だね。あー、強い。これはいいアイテムを取ったぞ。ユグノア王国。
放置されてるんだね。あ、主人公が16年前だからちょうど16歳だからね。ん？主人公が16年前？何言ってんだ俺。主人公が16歳だからちょうど16年前だね。エルカダールの王子様も魔物に殺された。そうだね。ドラゴンいる。ドラゴン歩いてるよ。そんなそんな堂々といる。41か。え、身構えるまでに襲いかかってきた。来いよ。ああ、お、盾で攻撃を始めた。初めてしたね。スリープだが強敵じゃねえだろ。眠るだろ。眠っていく。いや早い早い早いいや早いわ。え、てか素早さもやばいなこいつ。まあ普通に渾身切りでいっか。せーの、はい。これ炎入ってきそうだからちょっと炎の旋律やってみよう。おお、初めてやったね旋律系の魔法。ベギラマ効くのこれ。多分炎系だから効かないかも。あー、まあ普通か。もう一回じゃあスリープダガーやろう。もう一回眠れ。すぐ目を覚ますがやめろよお前本当に。あ、これ終わったかな。あ、終わったわ。あ、600、弱い割にはもらえるじゃん。呪文覚えた。ジバリか、ジバリか。多分これジバリアの強化系だね。ジバリアが行動時に爆発する。でジバリカが行動時に大爆発だって。ちょっと使ってみよう。いくぜジバリカ。え、強すぎじゃない。最強の呪文覚えたんだけど。強すぎだろ。え、やばくないか。85ってやばくない。だってしかもあれ継続ダメージだからね。こいつが行動するたびに受けてくからバリ強いぞ。あれ、攻撃してこない。なんで攻撃してこねえんだよ。ノロノロしてんじゃねえぞ。あー、いた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 。あれ、マルティナさんがいないね。あー、もう死んだと思ってたんだ。こっちじゃねえよ。足遅すぎだろじいさん。出身か。あ、ユグノア王国のなんか大臣だったとか。隠居していた。あー、やっぱユグノア出身だ。つか魔物ってじゃあもうなんか大軍勢でもう襲いかかればいいんじゃないのかな。一晩で滅ぼせるぐらいのだって勢力があるわけだから。親父だね。親父とおふくろだ。
わしの娘、お前おじいちゃんかよ。じゃあ舞踏会の時めちゃくちゃ嬉しかっただろうね。孫が生きてるって分かったわけだから。16年前からデルカダーローは勇者悪魔のことを呼び避難を始めた。新婚の儀式。まさかおじいちゃんだったとは。こっちだって遠いな、急にびっくりしたわ。あー、マルティナいるじゃん。そうだよね、なんで姫って呼ばれてんの。ほら、あれ生き別れの姉ちゃんじゃねえの。デルカダールの王女、じゃあデルカダールの王女は死んだって言われただけで死んでなくて、それがマルティナってことか。だからオープニングの主人公を持ってた女の子だよね。で、自分の弟をこう持ってたわけじゃないんだ。別の国の王子をこう助けようとしてたんだ。お前、若い頃からすごいかよ。やっぱそうだ、救われたってことは生きてるってことだから、それがマルティナなんだ。だから姫って言われてんだ。
よかったな、じいさん。ようやくなんか16年のその、ね、思いが募ったというかさ。ん？これはデルカダール軍だね。いやもうあの鎧で分かったろ今デルカダールの鎧だったろ今。あー急に不穏な感じになってきたな。みんな、ここに悪魔の子がいるぞー。なんかすごい小物感やばいなこれ。わーお。女の子は殺してまえ。お前らの国のお前姫様だかんな。お前らが相手にしようとしてるやつらは。なんて勇敢な姫なんだ。あ、グレイグ将軍来てんの？そう、松明って雨ぐらいじゃ消えないんだね。すげえお姉さん感がすごいな、マルティナの。うわ、来やがった。グレイグは悪魔の子って信じてるっぽいよね。それとも王にこういいように言われてんのか。お前もその女とか言ってるけどよ。え、これ、戦うのこれ。うわ、デジャブだこれ。カミュンの時とデジャブだこれ。うわぁ！
うわ、鳥肌もんだわ、あれは。編集してるときにまた鳥肌立つわ、これ。おお、面白えなー、マジで。やべえな、展開が面白すぎる。あー、そのお父様デルカダールを利用してんのが黒幕か。え、ユグナー城に戻んの？危なくないか？